みんな乗ってるかい？俺たちははみ出し野郎のアウトロー、自由に向かって突っ走る We are ぶっちぎりバトルハッカーズ。バトルハッカーズ。俺たちは恐れはしない、クロノス星に平和を取り戻し、遥かな宇宙へ旅立ったマシンロボたちは、次元を超えた衝撃で過去の記憶を失った。だが、正義の魂だけは失われることはなかった。彼らがたどり着いたのは、B1 と呼ばれる電子惑星であった。そして今、新たな戦いが始まった。マッハブラスター。クリスタル地区に退却したシルバーウルフ隊は再び聖地クラルに向け進撃中。プロトラックレーサーの単独行動によるものです。プロトラックが、つまりプロトラックがぶっつんしちまったってわけだ。ジェットライザーとバトルライザーをいただいてグッドラック号に向かったアキラとルーフを援護するために、プロトラックは命令違反を覚悟で突っ走っちまったのよ。隊長、コンピューターネームからは退却するよう命令が来ていますが。アマン、今俺たちが見放したら宇宙船に戻った連中を見殺しにすることになる。そうこなくっちゃ、ジョーの兄貴だって本当はそのつもりなんだろ。隊長の許可が出てれば遠慮することはないな。行くぜサム。こうなったらバトル8回企画で大暴れしたるで。こいつもこいつも突っ張りのはみ出し者だが頼りになることは間違いない。ああ、それこそ正規の部隊よりバトルハッカーの方が似合いかもしれんな。落ち着け、マッハブラスター。リムの指示に従うんだ。ブルージェット、誰かが救援に行かなければならないんだ。マッハブラスター、君に出撃の命令は出していません。固いこと言うなよ、リム。この役目は俺たちが一番適任だ。もし違うってんなら、それはあんたの計算違いさ。冷静になりなさい、マッハ。今、良いものを見せてあげましょう。彼の名はバイカンフー。3体が合心し、強力なパワーを秘めた戦いと平和の象徴でした。しばらく彼の戦いをご覧なさい。これだけの力を持ったバイカンフーでさえ、敵に勝つためにはみんなのチームワークを必要としたのです。どうです、マッハ。今のあなたでは、ホワイトサンダーのメンバーを危険にさらす確率は 57% もあります。チッ、俺はその確率ってやつが大嫌いでね。行くぜ、俺と一緒に戦いたいやつはついてこい。おう、待つんだ、命令違反は処罰されるぞ。止めても無駄だぜ、ブルージェット。続け。ホワイトサンダー隊全滅の確率は 26%、 全員無事帰還の可能性は 8%。 無事に帰ってこいよ。
リムとブルージェットの心配が当たんなきゃいいけど、世の中ってそんなに甘いもんじゃないんだよね。グッドラック号ではグレンドス軍が舌なめずりして待ち構えてるってわけよ。それにしてもこんな時にのんびり昼寝してるやつがいたなんて信じられないけど本当なんだな。参るね。いや、いけない、また寝坊しちゃった、どやされるぞ。おなんだありゃ、船内をくまなく探すんや。まだ地球人の片割れが潜んどるかもしれん。ヘイディラン、地球人の片割れだって、こりゃ奴らに見つかるとヤバそうだ。そうだ、脱出カプセルで逃げ出そうっと。息が苦しくなってきた、もういいや。誰か来る。ああ、撃たないで。あら、あなた地球人ね、よかった。ごめんなさい、あの連中かと思っちゃったの。あの連中ってさっきのロボットのエイリアンのこと？ええ、ルークやアキラたちと脱出しようとしたけど、私だけカプセルに閉じ込められちゃったの。アキラの兄貴も一緒なのか？今どこにいるんだい？わからないわ、一体何が起こったのかもよく理解できないんですもの私。そうか、脱出ポットもこれじゃ使い物にならないな。これからどうするの？とにかくここを出よう、このままじゃあの変な連中に殺される。その頃、アキラとルークはじとっと油汗流してた。何しろジェットライザーとバトルライザーは初めて扱うメカだ。そう簡単に操縦できるわけないよな。何をしてるんだアキラ。うるせえな、まだ操作に慣れてないんだよ。なんなら俺が言ってきてやろうか。メカを試運転中なのでマスターするまで攻撃を控えてくださいってな。ちっ、大きなお世話だい。俺が先に行く、後から来いアキラ。分かったよ。見つかっちまったか。こっちが敵を確認する前に先制攻撃を受けてたんじゃ話にならんぜ。よし、空から俺が突っ込む。グチャ寄せアキラ。戦いに安全運転ってのはないぜ。ゴー。心臓が飛び出すかと思ったぜ。お、おいでなすったな。やったろうじゃねえか。何くそ、突っ込め。くそ、まだついてくる。備品をそう簡単に壊されては困るな。マッハブラスター、アルゴ軍ホワイトサンダーの勇士である。その名の通りマッハの早打ちを誇る。ヒューマノイドモジュール、マシンモジュール、ブラスターモジュールとトリプルチェンジする頼れる男だ。それ俺たちの出番だ。オンアタック。攻撃で小尺だ、撃ち落としたり。よし、一旦山の陰に回ろう。この荷物を下ろさなければどうしようもないからな。荷物扱いするな、こっちとら人間だ。あなたも士官学校生？うん、一応ね。全小川だ、よろしく。私はパトリシア・ロングフェロー、みんなパットって呼んでいるわ。そっか、どっかで聞いたことがあると思ったらロングフェロー財団のお嬢様か。でもなんであんたみたいな人がこの船に乗り込んだんだい？体験旅行よ。私ミュージシャンになりたくて、宇宙の神秘に触れたらきっと人を感動させる歌ができると思って。親に内緒で飛び出したのか。それがこんなことになるなんて。あいにく歌になるようないい体験にはなりそうにもないね。さ、奴らに見つからないうちに先に進もう。ほら、武器の補給をするのは誰だい？おい、こっちにもくれ。
前段打ち尽くしちまった。俺なんかグレンドスの奴らと真正面からぶつかってな、プロトラックたちの救出に漏れたものが宇宙船にいる可能性があるわけか。まだ多分確認してないのか。攻撃の混乱でどうしようもなかったんだ。まったく人間ってやつは世話が焼けるぜ。こっちだってロボットなんかに世話になろうとは思っちゃいないぜ。何するんだ。俺はおせっかいな性分でな、一人でもバカが残ってると連れてきてお説教してやりたくなるのさ。苦しい、離せ。バカ笑ってる場合か。こんなところで暇つぶししちゃいられねえ。俺行くぜ。待つんだ未熟者。未熟者だって。そうだ、お前たちは俺の指揮下に入ったのだ。勝手な行動は許さん。誰がそんなこと決めたんだよ。鈍いやつだな。たった今俺が決めた。そんな仕方ないな。単純に考えても俺たち二人で救出作戦をするってのは土台無理だぜ。ここは彼らに従うべきだ。アキラ、心配するな。俺たちに任せておけば大丈夫だ。ブラックバードからホワイトへ。左舷後方に熱反応あり。どうやらまだ人間がいるらしい。了解。地上班、30秒後にちょっと脅しをかけてやれ。タルゴン、そっちの指揮はお前に任せたぞ。任しとけマッハブラスター。よーし、お祭りの始まりだ。若いの、俺の後ろにぴったりついてこいよ。心配は無用さ、後ろからあんたを護衛してやるよ。そいつは頼もしい。だが腰だけは抜かさんでくれよ。空の上じゃ尻もちつく地面はないからな。あ、何にも見えねえよ。上も下もわからねえ。どこにいるんだいみんな。落ち着け、お前の前にいる。背景を見失うなよ。よし、地獄の底まで食らいついてやるぜ。地上に出るぞ。おいおい若いの、どっちを向いてるんだ。え、地面はお前の頭の上だぜ。人間ってのは寝そべって戦うのかい。ちょっと小休止してたのさ。よし、時間だ、ぶちかませ。流星よりも速い男、熱風マッハブラスター誕生。上空からも来るぞ。撃ち落としてやる。くそ、雨あられと撃ってきやがる。ミサイルを受けてみろ。アルゴの攻撃だ。ウアッパーの応援をよこしてくれ。お前の仲間を救い出すぞ。ついてこい。おう、こっちだ。アルゴの奴らだ。敵を引きつけろ。俺が後ろに回る。任しとけ。なろう、出たぞ。撃てて。安心してる暇はないぞ。お前は右を探せ。助け出したら俺に構わず脱出しろ。10分経って見つからなければここに戻るんだ。分かった。ここにも奴らがいる。仕方ない、元来た方へ戻るんだ。あ、来た。今の声はあそこだぞ。いっけねえ、見つかっちゃった。いかん、敵だ。それ、ん、上から狙っていたのか。危ないとこだったな。サンキュー、なかなかやるじゃないか。ロボットに負けてはいられないからな。うわっ、ゼン、大丈夫。バカめ、逃げられると思ったのか。カリアゲン様にご報告しよう。お手柄だぜ。うわっ、怪我はなかったかね、お嬢さん。あんた、味方なのかい。ああ、間に合ってよかったぜ。若いの、探し物が見つかったぞ。え、本当か。ああ、お前たちのタイプでいう若い男と女というやつだ。パトリシアの他に男だって、もしかしてゼンじゃないか。今はそっちに行くよ。ん、そうだ、ブラックボックスを持っていけば俺たちがコールドスリープしてる間に何が起こったか分かるかもしれないぞ。
おい、何をしとるんや。貴様一度屋の人間の構造やな。お前は刈り上げ。ちょうどええわ。このわしをコケにしてくれた方をきっちりとつけてるで。へっ、この間のように弱い者いじめするようなわけにはいかないぜ。このジェットライザーのパワー受けてみろ。やりおったな。くらえ。あぶねえ。死にさらせ。うらあ。何くそ。今だ。箱寿司は早く。待って。よし、行くぜ。あそこだ。アルゴの奴は逃すだ。うらおい。あ、アキラの兄貴。無事だったのか、パトリシア。怪我はないかい。え、大丈夫よ。あれはグレンドスの援軍だ。マハ、急げ。ハエの大軍が来るぞ。了解。奴らを生かして返すな。それ、野郎ども、俺たちの出番だぞ。おう。おお、シルバーウルフの連中が助っ人に来てくれたぜ。よし、突っ込むぞ。あたー。マッハブラスター並びにプロトラックレーサー、命令違反をしたことを認めますか。緊急の場合です。緊急の場合です。言い訳は認めません。マッハブラスターはホワイトサンダー、プロトラックレーサーはシルバーウルフ隊を離れバトルハッカーズへ転属を命じます。バトルハッカーズだって。あそこははみ出し野郎ばかりの落ちこぼれ部隊じゃないか。つながったわ。これでモニターに映せるわ。これが最後の警告だ。その武器密売船止まれ。先方から応答はありません。こちら第一砲塔、射撃準備 OK です。キャプテン、前方よりエネルギー波接近。これはここに何かがある。難しい。なんとかグッドラック号を脱出させねば。だが難しい。うわなんてことだ。コールドスリープポットにいた俺たち以外は異次元に飲み込まれてしまったのか。グッドラック号の人たち、かわいそう。私たち宇宙のみなしごになったのね。マッハブラスターとプロトラックレーサーは落ちこぼれ部隊と呼ばれるバトルハッカーズに転属さ。でもバトルハッカーズってのは一体どんな野郎たちなんだろう。なんかワクワクしてきたぜ。スカッと暴れてもらいましょうか。待ちに待ったバトルハッカーズがついに登場だ。次回マシンロボぶっちぎりバトルハッカーズ、最強戦士 R ジェタン。これで他の番組はぶっちぎりだぜ。